This is MotörMerc to Mission Control, initiating pre-flight check and requesting departure clearance. Cancer 1, I'm sorry, sir, requesting you. Back off, Mike. Actually, I'm in altitude, descend and maintain 1-1000. Cleared for takeoff. RV 72010, descend and maintain 2000, I guess. おす皆さん、綺麗なカリフォルニアから俺はモーターメルク。この雨降りの水曜日に話題の代わりに、代わりにっていうか話題として自分についての何か教えようと思ってる。それは俺の一番守ってる秘密。ちゃんと秘密、本物の秘密じゃないけど、みんなは多分知らないこと、自分についての知らないことを教えようと思ってる。それは俺の大学の専門、大学で何を勉強したってこと。ではね、話題始めよう。普通は誰か俺日本語喋れるって聞いたら、いつも、一番の気をつけよう。一番の質問は、なんで、なぜ日本語を習った、 なぜ日本語を勉強した。その質問の答えはわからないわからない、自分でもわからない。なぜか日本、大学の頃なぜか日本と日本文化に興味があったかにあったけど、日本語そのもの、特に興味がだんだん増えて専門にしようと思ってて、まあそうしました。それで勉強を日本語を勉強して、2年後留学の機会が浮かべて、留学しようと友達がおすすめて、まあ結局留学しました。留学を日本に運転に注文して中心して、はいはいはい、雨降りのモーターが結構危ないからごめんけど、ちょっと、運転に一番中心、ごめんよ、ちょっと下手くそ、一番のごめんよ、これはあんまり上手じゃなくて、雨の元が結構、ごめんよ、ちょっと上手じゃなくて、雨で元を乗るのがちょっと危ないから、運転が一番中心してるのは元の運転、元の乗り方元を乗るのに一番中心してるっていうかな。でも雨でブログしようと思ってなかったけど、ちょっといいよね。雨でブログしようと思ってなかったけど、雨が降ってるから目でもこのブログは普通より面白いね。綺麗かもしれない。なんか見えたら。とにかくみんなはモーターメルク日本語を喋れるって聞いたら、初めての質問はなんで日本語？俺の答え、まあその質問の答えは自分でもわからない。なぜか大学の頃日本と日本文化に興味があったけど、一番面白いのは、自分に面白いのは特に日本語そのもの。
その日本の言語が一番興味があった。なぜかわからない、なんかその日本語の音が大好きだった。それで言語は、なんていうか、ごめん、俺の単語はちょっとあまり、この、まあ、勉強卒業、この山の上に左に回る。ごめんよ、あんまり最近あんまり日本語を使ったり練習してない。あんまりな、まあもちろん仕事とかであんまり日本語を使わない、まあ全然使わない。だからだんだん単語とかを忘れて、あんまり、前より結構下手くそになる。俺の出番だぜ。とにかく大学の頃なぜか行った通りに、日本と日本文化に興味があったけど、特に日本語そのものに興味があって、まあ専門にしようと決めた。で、2年ぐらい勉強した後、それで2年ぐらい勉強して友達作って、その友達の一人はあるっていう人、そのあるは2年後、なんで一緒に勉強、勉強じゃなくてな、どう言えばいいかあるは一緒に留学しようかっておすすめで、ちょっとなんか俺は、怖かったかもしれないね。でもちょっと考えて結局、一緒に行こうと決めて。じゃあ俺はそれ聞いたらちょっと怖かったかもしれないね、本当に言うと。でもちょっと考えて、はい、一緒に行こうと決めた。それで一緒に1年ぐらい日本に住んでて、結構ペラペラになった2人とも。でも、言った通りに、まだ言った通りに、アメリカに戻ったらあまり日本語使う機会が少なかった。仕事とかで使えないので、なんか日本を作る、日本をとにかく、それで2年ぐらい勉強していろいろ友達作って、その友達の一人 R っていう人は、一緒に日本に留学しに行こうと勧めて、俺はちょっと怖かったけど、本当に日本に行きたかったから、行こうぜって答えて、まあ2人とも一緒に1年ぐらい日本に住んでて、いろいろ勉強しましたよ。しましたっていうか勉強になった。日本語がペラペラになったと思う。でもアメリカに戻ったら R は、日本語が使う仕事を見つけたけど、俺は日本語がそんなに、俺には大切じゃなかったから、まあもっとコンピューター関係の仕事を探して始めて、ほとんど日本語忘れたよ。あんまり言った通りにあんまり使ってないよ。だからまあ使ってなくて、練習しなくて、だんだん忘れてる。だから単語とかが超下手くそになる。まあそんなもんね。それで十分だろ。あんまりその上なんか言いたいのが少ないけど、今朝急に日本語でのブログを作ろうと思って、
うん、まあ学校終わってブログ、うん、今でもやってるよ。そう、まあ思ったより安い、簡単だけど、まあ単語の問題で結構回ってる、迷ってる今でもの単語の問題が、大変だね。大変でも楽しい。日本語が楽しい。日本語で話すのが楽しい。まだ今日でも今でもそう思う。なぜかなんかその単語わからないけど、日本語の flow、 the way it flows、 なんか楽しい、楽しい。音がなんてか綺麗。アジアの言語が大体好きじゃないもんだろう。でもなぜか日本語は綺麗だと思う。なんかその日本語のなんていうかバラブラなぜか文化わかんない、忘れた。 word の単語忘れた。なんていう word、 the fuck、 how do I forget that one。 でも楽しいよ。今でも今日でも最近でも日本語が好き。日本語そのものが好きよ。そのなんか音が綺麗、俺の耳にその日本語の音が綺麗。それで日本語を話すのが楽しい、いい気持ち、気持ちがいい。 なぜかわからないけど結構楽しい、気持ちいい、綺麗。まあね、だからこのブログした。じゃあとにかく俺のブログを見に来てありがとうございます。俺の雨降りの雨ブログ